トウカとは、豆科に属する植物、または豆科の植物に特有の果実を言う。トウカは、単子髄から成長し、通常両側に劣開する単管化である。この種の果実を総称して、サヤツき植物というが、とはいえ、ポットという名前は、例えば、バニラといった、いくつかの種類の果実にも用いられる。よく知られているトウカには、紫馬小屋氏、クローバー、 遠銅、大豆、レンズ豆、ルピナス属、メスキート、イナゴ豆、落花生、タマリンドがある。レギュームという英単語は糖カを示す、ラテン語のレギュメンから来ており、そのラテン語は、集めるという意味の単語、レジャーから来ている。糖カの歴史というのは、人類の文明開化と深く結びついており、人類の定住とそれに伴うタンパク質摂取の必然性に合わせて、 まずアジアで糖化が発達し、それからアメリカ大陸でインゲン豆とその変種が生まれ、それから紀元前6000年頃にヨーロッパで空豆が発達した。豆科の植物はこれらの植物の根流にいる根流菌との共生により大気中の窒素を固定する能力がある。そのため生産者にとって窒素にかかる費用が抑えられる。それらを臨作することにより、 土壌の窒素成分の補充を行っている。豆科植物の種子や葉は他の植物よりタンパク質が比較的多く含まれているがおそらく豆類は窒素固定を通じて受け取る窒素成分が他の植物材料より多いためと思われる。タンパク質が多く含まれる植物は農作物として好まれている。栽培されている豆類には飼料、穀物、花器、 工業製品の原料、緑肥、木材などの用途がある。商業的に栽培されている豆類は2つ以上の役割を担っている。飼料用として栽培されている豆類は2つのタイプがある。1つは紫馬小屋子、クローバー、カラスのエンドウ、落花生のように家畜の餌として牧場にて栽培されている植物であり、もう一方は銀行観族や ネムの貴族のように木本の低木で、家畜によってもぎ取られたり、家畜の飼料として、人の手により伐採される植物である。食用の豆類は、パルスとも呼ばれている。種子は人及び家畜などの食料、または工業用油の製造に利用される。豆、レンズ豆、ルピナス、エンドウ、ピーナッツが挙げられる。干渉用の豆類は、ルピナスなどがあり、それらは、 世界的な庭園で人気があり、商業的に栽培されている。工業用の豆類は、染料の原料として利用される小松ナギ属、ガムの原料のアカシアがある。緑皮用の豆種は、それらの植物に含まれている高い顔料の窒素を、肥料として利用するために栽培されている。銀ネム、クラスタ豆、セスバニアがその用途として栽培されている。 アカシア族の植物及びオーストラリアビーンズは、木材として栽培されている。ザ・ジーンバンクブリーディング・オブ・グレ t ンレギュームズ、B.S., カーレビッチ &S.I. リッペブストリート、ペテルブルクザ・ N.I., バビレフ・インスティチュート・オブ・プラント・インダストリー 1995, 438P, ハリエンジュ、ハリエンジュ、木材図鑑、ブラックビーン木材図鑑、ありがとうございます。